第十七代ノーフォーク公爵マイルス・フランシス、ステープルトン・フィッツ・アラン・ハワードは、イギリスの陸軍軍人、政治家、地主、貴族。ノーフォーク公爵家の分家である、グロソップのハワード男爵家の着男として生まれる。陸軍軍人として、キャリアを積み、少々まで昇進する。1971年に、母から第十二代バーモント男爵を継承し、 1972年に、父から第4代グロソップのハワード男爵を継承。さらに1975年には、本家から第17代ノーフォーク公爵位を継承した。1915年7月21日、後に、第3代グロソップのハワード男爵となるバーナード、フィッツ・アラン・ハワードとその妻第11代バーモント、ジョ男爵、モネの間の長男として生まれる。 グロソップのハワード男爵家は、第14代ノーフォーク公爵ヘンリー、フィッツ・アラン・ハワードの弟、エドワードを祖としており、ノーフォーク公爵家に最も血縁が近い文家であった。オックスフォード大学、クライスト・チャーチに進学。大学卒業後に陸軍に入隊し、第二次世界大戦に出征した。1940年のフランス防衛戦やダンケルクの撤退。 1943年のシチリア上陸作戦や南イタリア戦線、1944年のノルマンディ上陸作戦などに参加した。戦後は駐在武官としてアメリカワシントンに滞在。1949年1月に少佐に昇進。1955年2月に中佐に昇進した。その後、第二次中東戦争勃発までスエズ運河に駐留したが、 海戦と共にブリックスミスの長に転じ、ソビエト連邦に対するスパイ活動に励んだ。1958年4月に大佐に昇進。1961年から1963年にかけて独立直前の植民地ケニアに駐留し、スワヒリ語を習得すると共に、黒人商工団の創設と育成に尽力した。1963年4月に順将に昇進。 1963年11月、ライン軍団第一師団の5億に就任するとともに、少々に昇進。ついで1966年1月に、国防省情報部局長に就任したが、これを最終ポストにして1967年に、陸軍から退役した。やや早めの退役であるが、就職に備えた処置とみられる。1971年8月には、母の死により、 第12代バーモント男爵を継承し、貴族院議員に列する。翌1972年8月には、父の死により、第4代クロソップのハワード男爵位を継承した。さらに1975年1月に、本家の第16代ノーフォーク公爵バーナード・マーマデューク、フィッツ・アラン・ハワードが男子なく死去したことで、 第17代ノーフォーク公爵くらいとノーフォーク公爵家の世襲職群無白も継承した。ノーフォーク公爵家の所有地は1966年の調査の段階では1万5000ーカーにまで減少していたが、ハワード男爵家当主マイルスがノーフォーク公爵家を相続したことで両家が統合されることになり、1976年の調査ではノーフォーク公爵家の土地は、 ハワード断尺化の土地を含めて2万5千エーカーに増加している。先代の医師によりアランデル城は独立トラストとして一般公開している。アランデル城とカールトンタワーズの修復に力を注いだ。1999年の貴族院改革で世襲貴族の議席が92議席に制限されたが、軍務博は議席を保ち続けることになり、議席を維持した。 2002年6月24日に、オックスフォードシャーのヘンリー・オン・テムズで死去。爵位は、長男のエドワードが継承した。1971年8月31日の母、モネ・フィッツ・アラン・ハワードの死去により、以下の爵位を、継承1972年8月24日の、父バーナード・エドワード・フィッツ・アラン・ハワードの死去により、以下の爵位を、 継承1975年1月31日の父の鳩子、バーナード・マーマデューク・フィッツ・アラン・ハワードの死去により、以下の爵位を継承した。駐在部官として、ワシントンに勤務していた頃の1949年に、アンメアリー・コンスタブル・マックスウェルと結婚。彼女は、第一次世界大戦のエースパイロットの娘であった。彼女との間に、以下の子を設ける。 ありがとうございます。